前が責任者でやれって大井監督っていう人とやってみてえなーっていうのは一度出た時にはびっくりしたって、うん、ゲームでこのスイングできるかないい風よけが風よけがだから確か新井さんは2000本安打を打ってからは大井監督はピシッとレギュラーではつかなくなってましたね、ええ、もう途中でお前もうやめろって言われて、ええ、もう2000本打ったんだから2001本でも8本でも同じだという本当ですかそれでその年の秋かなんかのキャンプでコーチみたいな形に行かれたんですか。いえ違いますよ、もうその1年間は何もしていないですよ。で解説な1年ですか。そうです、ええ、そして1年で日本シリーズで西武球場に、はい、まあ、自分も取材に行った時に、はい、で大木さんが、はい、来季そのオリックスの監督やるから、はい、お前一緒にやるぞ、はいそんな感じです、まあ、土井監督の3年間があったので、はい、あのこれじゃダメだっていうのもあったし、僕だけじゃなくてみんなの頭の中には大井監督っていう人とやってみてえなっていうのは ありましたよ。あ、そうです、ええ、でそれでコーチとやなる上で大井監督からはどのような風に やってくれって言われたんですか。いや、ね、その当時オリックスには先輩コーチ、ね、小川さん、川村健一さん、小川徹さん、はい、川村健一さんおられたわけですよ、はい、そういう方たちがおられるのに、はい、お前が責任者でやれって言われるとその人たちと同じ1軍でやってたらやりづらすもんじゃないですね、はい、でお二人はその2軍の方でコーチされて、はいはい、僕は違う米村勝とやったわけです、はいはい、コーチ経験ないのに責任者でやれって言われて、はい、どうしていいかはよくわからないよね。あの選手あそこ直したらもっと打てるのになとか、あのそういう選手ってどんな選手いましたか。まあ、まずその一郎出た時にはびっくりしたってことですね、うん、はい、はい、すごい、まあ、違いますよね、はいはい、彼はその、はい、その前年に、はい、グリーンスタジアムで打撃練習見てたんです、はい、全然形が違って、ごくオーソドックスなバッティングしてたわけですよ、はいはい、一軍でそうしなきゃ使わないぞとか言われて、はい、その翌年の入った年の、キャンプでの打撃練習、はい、振り子のように打ってるのとは全然違ったわけですよね、はいはい、あとはその動きを見ながら、はい、試合での動きを見ながらこういろいろアドバイスしていければいいかなって、はい、例えばパンチ佐藤でも、はい、で練習の姿はいいんですよ、はい、で注文することないわけですよ、はい、ゲームでこのスイングできるかな、はい、出せるかなって見るわけですよ、はい、その時に少しゲームになった時に、はい、彼はその瞬間的な動きが、はい、あのちょっと遅れたりする時があるので、うん、これがその一軍に定着できない、うん、レギュラーとして定着できないところなのかな。コーチからすると一番ややこしい選手なんですよ。注文つけることはないけど、それだったらゲームではっていう風になるわけですよね。そこを分かってもらいたいんですけど、うん、なかなかあの分かってもらうまで時間かかる。で一軍の、まあ、指導を育てた新井コーチということですけども、僕はこうやって見てるとこう打てああ打てっていうよりも、うん、安打数ですね、はい、とにかく俺の超えてみろよとか、はい、そういうメンタル的な指導が多かったような気がするんですけど、メンタルはね、うん、あんまり言わない。ほっといても彼は、うん、その例えばデッドボール当たったら次は踏み込んでいったりとか、うん、このピッチャーあれ玉でデッドボール怖いから監督が出るのをやめろって言ってるよって言っても、はい、いや僕行きますって言って、はい、ヒットを打つとか、そういうメンタルのところはあまり言う必要はなかったと思うんです。メンタルというか考え方といった方がいいですかね。彼はね、打席に立つのが好きっていうことが分かったんですよ。だから打席にいつでも立ちたいんです。立ちたいから立つためにはっていうことでコンディションですね、うん、あとそのスランプになると立ちたくなくなる時もあるわけなので、で彼はそのあのタイミングの取り方だから前に出される、はい、だから彼の最も大事な足は右足の方が大事なわけですよ、はいはいはい、で右足を鍛えるような踏ん張ることの練習を、うん、ずっとやってたわけですよね。それは具体的にどういう、まあ、前足に体重をかけて逆ハンドでボールを打つ、はいはい、逆手で。そして今度は技術的なことからパンチ一郎、一郎パンチの例の名前の話ですけど、はい、あの世間では大井監督がって言ったって言いますけど、実は新井コーチがあのちょっと
あれご自身の口からちょっと言いますから、この選手は素晴らしいと思った選手には目立ってほしいなと思います、はい、で一郎はやっぱりもうこれは、はい、同じでも鈴木誠っていうのが他の球団に鈴木、はい、鈴木鈴木っていうレギュラー選手が何人もいたわけですから、はい、これはもう絶対こうスーパースターになるなっていうのを感じたので、はい、ただ面白くないから、はい、で神戸の球場はですねその名前から先呼ぶでしょ、はい、一郎鈴木でしょ、はい、安尾藤井とかね、はい、彼のことを鈴木って呼ぶ人間誰もいないし、そうです、ね、一郎みんな一郎一郎って言うわけです、はいはい、もう一郎で言ったらどうですっていう感じですね、うん、そしたら大井監督は何て言われたんですか、おおそうかって言ってでもなちょっていう感じでそのまあ、ご両親のね了解を得たりとかでもパンチ佐藤も、ね、佐藤って誰も呼ばないし、はい、パンチパンチで呼んでる、一郎とパンチ、はい、みんなそのニックネームで呼んでる人たちがいるので、はい、面白い。じゃあその一郎に関しては新井さんが言われた、そうです、パンチに関しては大江さんです、そうです、あじゃあそうか、これで分かった分かった、そこで大井監督が両親のことをあれ説得しながらいいのがいたと、いい風よけが、だから僕は大井監督にあのパンチって呼ばれてこれこれこれで考えてるんだけど、いやいやあの僕はそんな変えなくてもパンチって言われてるし、イチローは必ずオリックスをパ・リーグを球界を背負う選手になるので、イチローはそれグッドアイデアじゃないですか、あのいや、やったらいいと思いますよって言ったら、ウィガン督はそうかつって一回話終わったんですよ、うん、でその3日後ぐらいにオープン戦かなんかの時にパンチって言うから、はいってヘルメット持って行って、この次ですかシューってやってたらそこに座れって言われて、はいはい、あチェンジになっちゃい、アウトになっちゃいましたけどとか言ったら、例の話どうだってこう言い来るわけですよ、えっって思ったら、イチローはパンチさんがやればやってもいいって言ってるぞ、何でも第1号っていうのは面白いぞと、でその目が踊ってくれよっていうあれだったので、じゃあやりますかって、イチローには逆のこと言ってたみたいですね、まあイチローパンチっていうことですけど、誰もイチローなんか知らないから、パンチイチロー、それがだんだんこうオープン戦、あれ、開幕、あれ、で僕は芸能界の方に行こう。で今でもパンチ佐藤ってことでやってますけども、ね、一郎は世界の一郎なんですよ。でも、もうありがとうございました。いやいやいや。さあそれで今度はあの一郎以外でもソフトバンク行かれたり、カープ行かれたり、はい、コーチで、はい、こう見てですね、ダイヤモンドの原石みたいな、はい、俺が一からこう育てたいという選手、はい、あとワンポイントだけを教えれば伸びんだろうなっていう選手、例えば一からやらなきゃいけないなっていうのは、はい、ホークスの川崎宗則ですね、はい、じゃあそれは一からやらなきゃいけないなと思ってるということですけど、はい、でもダイヤモンドの原石みたいに見えたわけですよね、そうです、それは何がよく見えます、彼はまず足と守備ショートを守れる、はい、守りに関してはいけるっていうところで、はい、でもバッティングはひ弱なんです、はい、でそこで彼はイチロー大好きだったので、はい、めっちゃやりやすかったわけです、あなるほど、イチローはこういう練習をしてたよ、イチローはこうだったよ、はい、こうだったよ、ああだったよって言ったら、はい、ずっとその真似して、なるほどなるほど、で3割打てるようになったんですよ、はい、じゃあワンポイントっていうのは何ですか、これはカープのね、はい、丸とか丸、あと、まあ、キャッチャーの相沢、ワンポイント、はい、丸のワンポイント、丸はもうこうバットをこう円描くようなここを回しながら打ってたんですよ、はい、丸を描きながらバットを出したので、はい、これは2軍戦で見てたわけですね、はい、オリックスの2軍監督してる時に彼はカープの2軍にいて、はい、山口県の U 球場で試合をしてる時に、はいはい、あの選手当たったらいい当たり飛ばすのに、うん、あれえらい無駄を作ってバット振ってるなぁ、うん、あの無駄をなくせればいいバッターになるんじゃないかなって思ってたわけです、はい、相澤の場合にはまっすぐ来たらバーンと振ってるんですけど、はい、前飛ばないんですよ、うん、空振りかファールか、うん、で、2軍のバッテリーっていうのは振られると怖いっていう変化球でかわそうするわけです、はい、そうするとスライダーがものの見事になるわけです、だから彼はまっすぐ打ちに行っててもまっすぐ捉えられないバッターだったんです、それをまっすぐ打ちたかったらまっすぐを飛ばせるように、うん、少しのタイミングとか、うん、捉えるポイントの変化をつけたらいいのではないかっていう感じに思いを持ってて、うん、ったらカープの球団に行くことになったわけですよ、でもカープっていうのは本当にダイヤモンドの原石がスカウトされ自分たちでマシンを争うようにして、はい、寮で練習するっていうチームですから、はいはい、伝統的に
なんか、まあ、可愛らしいというか毎日が楽しかったんじゃないですか、それを指導したから、カープいてて思ったんですけど、うん、その練習はたくさんする、はい、させる、はい、選手もする、はい、だけど本当にその役に立つような、はい、あのその人たちにとって、はい、いい形のことをあまり教えられてなかったような気がするんですよね。僕は新井コーチがオリックス来てびっくりしたのが、最初のゲームのバッティング練習を2球で変えようと、うん、普通5分ぐらい打ってるのに、うん、いや2球でカンカン次回ってカン、あれはやっぱりその方がいいなと思いましたね。1球をねゲームのつもりで打ってほしいんですよ、だから僕あの時間5分間とか10分間打つ練習、うん、あんまり好きじゃないですよ、それで打ちたければまたどっかでそうやって打てという、あのカープフォークスでもそういう指導ですか。そうですね、はい、どうですかその今後そのもう一回チャンスあればまたやってみたいな。もうあの、いや今回2年間2軍のね、はい、やってみたんですけど、はいはい、難しいですね。それはそのやっぱりその今の子供たちってことですか。金属バットで育ってきた人、はい、力はあるんですけど、はい、木のバットになった時に、はい、あの木のバットの扱い方とか、はい、うまくいっていないのにその金属での打ててたことがなかなか忘れられない人が多いので、その気持ちの切り替わりというのは時間かかるかなと思いますね。もちろん小さい時からプロ野球、うん、あるいはメジャーリーガーとか、うん、そういう夢を持っている人たちにとっては、うん、あのまあ、扱うバットですね、うん、うまくもう金属バットから木に変えていってやった方が、うん、その人たちのためになるのかなと思いますけどね、うん。高校生からプロ入った時には、はい、やっぱりいろんな先輩のバットを触らせてもらって、はい、これが俺に合ってるなって早く見つけた方がいいですね。そうですね。新井さんはあのバットに行き着いたのはどういう風になっていったんですか。僕はあのバットはですね、はい、あの大学の先輩、はい、大学の先輩が、あ、先輩、今名前を出すと、はい、東北高校とか九州国際大学附属高校で監督された和光さんっていう、はいはいはい、ダルビッシュの時の監督なんですね、はいはいはい、その人がスポーツ運動具メーカーに勤められてた時があったんです、はい、でそのバットをですね、横浜の、人たちがあの短いバットを使ってる、はい、で自分はそのプロ入った時にはですね34インチのバット、はい、それのその例えばグリップが太い、はい、細いとか、あ、そういうバット長さっていうのは34インチしかないと思ったんですよ、はいはい、それかそれより長いやつか、はい、それより短くするってことはあの、はい、イメージなかったんです、はい、でそれで振り切れないから、はい、短く持つのがどうしても苦手なので、はい、握力がある方でないので、はい、あのこけし型のバットって、はい、知ってます、はい、後ろのここにグリップエンドのところが大きいやつ、はい、それを短いバットで使ってる人がプロでもいるっていうので、はい、それをそのこけし型のこの厚みのあるやつを半分切ったんです、はい、そしたらめっちゃくちゃバランスが効いてですね、数字が1割変わったんです。一部じゃなくて1割2割6分が3割5分になったんですよ。本当にバットっていうのはこの軌道変わりますよね、はい、だからそういうことがあるので、あの今指導している立場でも必ずその人のバットを見ます。その人のバット合ってるかどうか見ます。新井さんがコーチになられた時、僕のバット見て何も言わなかったんですけど、こうやって首かしげてたんですよ、なんか太すぎました、ちょっと。これで触れるの、うんうん、なんていう感じの、うん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 、あれ、引退して分かったんですけど、細くても太くても一緒ですね。あの細い方がいいんですね。太いとフェアに入っちゃいますね。あのこうファールにならない。なるほどね、あの太けりゃいいと思ってたんですけど、うんうん、細い、当たる部分も同じですから、うん、この話は長くなるので次回のレジェンドの対談ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。Of course, Mac is producing real good right now, but actually that time the loan was like $200,000. ベイスターズはどうですか? I was like, yeah, 喜んで!